非常に楽しみなセンターバックだと思います。さあ逆サイド西田に渡るか、渡った。さあ西田今日4度目の正直だね。4度目の正直、やっと決めた。クロアチアゴール、逆転になりました。3対2。この前向きに奪った瞬間にもう全員が動き出しましたけども、このドリブルがね、少しだけね、中に行かずに外に流れちゃったんですけれども、よく決め切ったと思いますね。いや、ゴールキーパーのパクも前出てましたから ね。本当はもう少しね、ゴールに向かってトラップしたかったんでしょうけどもね、それでも意地で決めたと思いますよ。いや、最後の最後でこの個人技、そして神様も味方してくれたと。